まずはですね私のことを知らないという方のためにですね自分でプロフィールを読み上げるというなかなか恥ずかしいコーナーでございます、えー、自己紹介をさせていただきます、えー、私上野公平は茨城県の東海村の出身でございます1992年の生まれです、えー、8歳から吹奏楽部でサクソフォンを始めまして東京芸術大学気学科を 5年かけて卒業しましまた、えー、本当は首席だったんですが4年で卒業できず、えー、英語の単位を落としましてね首、えー、席剥奪というところまでついてきております、えー、それはさておき、えー、在学中にですね第28回日本神奈川機コンクール作詞部門で、えー、史上最年少で1位並びに特別大賞そして、えー、第6回アドルフ・サックス国際コンクールで2位というふうにコンクールもおー受けてきました えー、そして、えー、まだこれも在学中でしたね。えー、大学4年生の時に、アドルフに次ぐという CD で CD デビューいたしまして、現在はソロ活動はもちろんです。えー、もちろん、えー、コンサートマスターを務める吹奏楽団ですね、パンダ、ウィンド・オーケストラ、そしてサクソフォン手術奏・シジューザ・レブ・サクソン・カルテットなどなど、まあ、いろんなところで演奏活動だったり、えー、こうしてラジオをさせていただいたりしておりますが、もしかしたらですね、皆さん僕のことを音楽、 鉄道のの人人じゃなくて鉄道の人と思っている人がもしかしたらいるかもしれませんねというのも僕は大の鉄道好きでして、えー、ちょいちょい鉄道のバラエティ番組に出たりもしてますので、えー、その時にお目にかかった方もいらっしゃると思いますあとはもう車も大好きでして、えー、なのでもう移動が多い音楽家ですけどいい職業に就いたなと痛感する日々でございますこれでなんとなく私上野公平という人物を分かっていただけましたでしょうか え皆さんサクソフォン、まあ、いわゆる皆さんもねサックスという言い方でね親しんでいただいてる楽器かなと思うんですがもうね今夜ねずっとやりたかったんですそういうことこのサクソフォンという楽器っていろいろね誤解というかねまあジャズだったり、えー、まあポップスだったりまあ広いところで言えば歌謡曲とかでもね渋めのおじ様が吹いている楽器というイメージが。 あととは最近だと武田信二さんですね武田真嗣さんが吹いてる楽器っていうイメージが皆様の中におありかと思うんですが実はもともとはクラシックのための楽器だったんだよというところだったりね楽器自体の歴史をこう皆さんにちょっと駆け足でございますがご紹介しようということでまずこのサクソフォンという楽器一体誰が発明したんだということですがこれはですねベルギー人の楽器発明家アドルフ・サックス。 という人が発明しましまた、えー、1840年代に、えー、発明されましたこのサクソフォンという楽器まあ金ピカピンで、ね、金属でできている楽器ですが実は木管楽器クラリネットトややフルートや大声の仲間なんですこれどういうことかと申しますと発音方法ですね、えー、楽器っていうのはもうすべての楽器に振動体何かが振動してそれが音になって伝わるわけですがその振動体というのがリード ケーンですね植物の剣をカットして、えー、作られたリードという呼ばれるものを震わせて音が鳴るんですがこれがまあクラリネットと全く同じ仕組みですシングルリードという仕組みでして、えー、クラリネットと全く同じ仕組みそしてキーがいくつかついているこれもまあ木管楽器の仲間ですねただ素材が真鍮ですこのアドルフ・サックスが生まれ育ったベルギーのディナンっていうところ僕も行きましたけど 川沿いにある、ね、小さな、ね、田舎町なんですがその辺りというのは真鍮細工がとても盛んだったそうでその真鍮を使ったんですねこれどういうことかというと木管楽器というのは、えー、とても小回りが効いて温かみのあるサウンドそして金管楽器、まあ、トランペットトロンーンホルン UFO とかねその辺りの仲間ですが金管楽器というのは華やかな音量も期待できるわけですけどその どちらのいいところも取ったのがこのサクソフォンという楽器なんですまずはですね今日は僕の演奏でそのサクソフォンが生まれて間もない頃に作られた「トゥメルスマンのファンタジー」という曲をまずお聴きいただこうと思いますサクソフォンは上野公平ピアノ佐野孝也ですえー、私が吹いているのはまあ現代のサクソフォンなんですこれどういうことか、ね、楽器っていうのは どどんんん進化していくんですね。あの生まれた頃のサクソフォンの音と今の音とだいぶ印象が違うんですが次に聴いていただくのはサンジュレという作曲家が作曲した作品なんですがまあ楽器が発明されて間もない頃って曲は当たり前のように全然ないですよね。でもこのサンジュレという人はですね、まあ、サクソフォンっていうのはソプラノアルトテナーバリトン。 この同族楽器でメジャーな4種がありますがまあ、それ以外にも上はソプラニンのソプリロこれはソプリロっていうのは最近できましたがえバリトンの下バスサクソフォンさかなくんが氷結の CM で吹いてたあれですねうん、さかなくんは僕あのお友達なんですけど本当にレアな楽器たくさん持っててね楽器博物館ですよさかなくん本当に そ,うその魚くんが吹いてたバスサクソフォンだったりその下にコントラバスサクソフォンとかね本当にまあ廃れてったものもありますがあのファミリーが多い楽器なんですがそのソプラノアルトテナーバリトンというそのファミリーにそれぞれソロの楽曲を書いてね発明されたばかりのサクソフォンっていうのをもう大変後押ししてくれた作曲家っていうのはサンジュレイなんですそのサンジュレイのテナーサクソフォンのための曲をねちょっと聴いていただこうと思います サンジュレイ作曲演奏会を独奏曲第6番オーパス92もう本当に生まれた頃のサクスフンっていうのはちょっとね可愛らしくて今皆様が想像するサックスいわゆるサックスとはちょっと違うかなと思うんですが生まれた当時の響きっていうのを皆さんに聞いていただきたくこんな音源を用意しました久保井正人先生というですね、えー、日本を代表するサクスフン奏者の 熊井先生が出されてる CD でですねなかなかこれ面白いなっていうのがあって当時の楽器を使った演奏が収められてる CD があるんですねでこれをちょっとね皆さんにお聞きいただきますで僕も実はえー、っとそうですね百何十年前だろう、えー、150年ぐらい前の楽器を使って演奏したことがあるんですがまあ今の現代のサクソフォンを吹いてる身からすると めちゃめちゃ難しいですめめちゃめちゃゃ難しい何が難しいって音程が全然取れませんサクソフォンってまあ運指でね指でまあパタパタと音を切り替えて演奏するわけですけど当時のサクソフォンっていうのはね、まあ、指をその例えば「身の指をで吹いたとしてもすげえ高い「身が鳴っちゃったりとかねそのあたりの繊細さっていうのがまあ難しいんですが難しさを知ってる僕からするとこの演奏すごいなっていう演奏です ちなみに使用している楽器はですね、ビュッフェクランポンというまあ今もサクソフォンを使っ作っていますし、まあクラリネットの製造で有名なメーカーですが、えー、ビュッフェクランポンの1875年頃に製造された楽器を使用しての演奏ということでお聞きいただこうと思います。曲はですね、マルティに作曲メーカー愛の喜びはでお聞きいただきます。もう壊れちゃいそうな優しさ、まさにアドルフザックスが聴いていた。 そして、当時の作曲家が聞いていたサクソフォンの音色なんです。えー、ま、クラシックの歴史から言うとサクソフォンってだいぶ歴史が浅いところで生まれてるわけです。当然ベートーベンも目にしたことがないですしね。なので、まあモーツァルトバッハの時代っていうのももちろんないわけですね。なので、まあ当時はですね。もうオーケストラの編成というのは、もうある程度固まりつつあったわけです。 で、もう固まったあたりでこうサクソフォンっていうのがこう生まれたわけですから。まあ、オーケストラにサクソフォンは入れないわけですね。だから我々は就職先に大変困る楽器の。の 奏者なわけです、ね、まあ他の楽器はあのオーケストラのオーディションっていうのがあってね月給制で生きていけるわけですけど我々サクソフォン吹きっていうのは皆個人事業主なんですね。なかななのであのあのなかなかコロナ禍大変だったわけでございますがまあそんなサクソフォンもオーケストラに参加する機会っていうのがちょっとだけならあるんです。そのまあ最初の作品と言っていいと思いますビィゼイ作曲の「アルルの女」というのがあります。 このビゼはまあフランスの作曲家ですけどこのビゼがまあ生まれて間もない、まあ、まだ数十年しか経ってないサクソフォンの音色を聴いて取り入れたのがこの「アルルの女」であのこの曲まあ大変有名でして、えー、皆さんもまあテレビの BGM だったりね、まあ、いろんなところで耳にする曲ですただそれは後に編曲された組曲アルルの女なんですこれもともとは音楽劇のためにビゼが作曲した作品なんですね もともとはですねこれ二十数名、まあ、30人弱ぐらいの小さい編成のオーケストラで演奏,演奏できるように作曲されてます。そこにまあ少しの合唱が入ったりハルマニウムっていう楽器が入ったりする、まあ、比較的可愛らしい編成での作品なんですが、まあ、それを後にビゼ自身だったり他の方がより聞き映えのするようにですね大編成のオーケストラ用にアレンジしたものを皆さん日頃親しんでいるわけですが今日は せっかくですので原作の音楽劇の方のアルルの女から、えー、聞いていただこうと思いますいかにサクソフォンが大事な役をこの中でしているかっていうのがねお分かりいただけるかと思います先ほど聞いていただいた久、えー、井先生のあの古楽器の音色あれを まさに聴いてビゼが取り入れたということも合わせて想像しながらお聴きいただけるといいかなと思いますではまずビゼの「アルルの女」これ音楽劇の方の原曲ですねからえ1曲目をちょっと聴いていただこうと思いますで中間部にサクソフォーンの,あのソロがあったと思いますがあれがこの音楽劇の中で大事なテーマになっていくんですしかしですねこれ皆さんんが普段親しんでいる組曲だと たたった1回しかあのメロディー出てこないんですいかにねこの原作を聴くことが大事かっていうのを思い知らされるわけですがあとはですねこの音楽劇の中でこれは組曲にも使われてるサクソフォンがあのホルントのねオクターブで奏でる美しい感想曲もありますんでそちらもお聴きいただきましょう今お聴きいただいた感想曲は組曲の中にも組み込まれてますので耳にしたことはある方も多いかなと思います さあこのようにですね、まあ、いろんな作曲家が登場させてねサクソフォンっていうのは少しずつまあ広まるわけですけどもうたくさんの曲が生まれた時代を引っ張った伝説的な奏者がいるんですそれがマルセル・ミュールというサクソフォン奏者ですもうクラシックサクソフォンの父と呼ばれるような方ですねでサクソフォンっていう楽器での ビブラート奏法、まあ、歌だったり他の楽器ではま当然のようにえ使ってるわけですけどそのビブラートというものを武器にこのサクソフォンの音色の美しさをいろんな方に伝えそしていろんな作曲家がこの人のために作曲をしたとこのねビブラートというの、まあ、ものすごく難しい奏法なんですけ、まあ、けるだななら簡単なんですが、まあ、どこでどうやって書けるかっていうのはもうこれ一生悩んでも あの解決しないテーマでもね創作的にはあるんですがこのサクソフォンっていうのはこのミュールとビブラートっていうのがまあこの時代はもう光り輝いてたわけですねまあそれを裏付けるかのようにムソログスキー作曲の展覧会の絵これをラベルがオーケストラアレンジしたもうむしろこちらの方が今ね聞かれてるわけですけどこのラベルアレンジの展覧会の絵の孤城にですねサクソフォンのソロがあるんですねで これね譜面を見るとわざわざビブラートってて書かれてるんですよ譜面にこれってなかなかないことでしてあえて書いてたっていうのは使えよっていうこれことなんですよねだからそれだけこのミュールの「ビブラート」っていうのが光ってたわけですがこのまあミュールに影響されて、えー、この作曲された曲の中で代表的な作品があります。これが ジャック・イベール作曲のコンチェルティのダカメラこれはあの11人の室内小オーケストラとアルトサクソフォンのソロという、まあ、小競争曲という感じですね、えー、もう本当にもう僕イベールも大好きな作曲家なんですが上質な冗談です上質な冗談そして鼻歌のような軽やかさが特徴的ですそしてちょっとねジャズのテイストも含んでいるこのイベールの コンチェルティのダカメラ一楽章をお聴きい,いただきましょう、えー、ミュールの演奏で聴いていただきました、えー、これもね僕も何度も演奏している曲ですがサクソフォンの曲で一番この曲が演奏してて楽しいかなうん、もう楽しくてしょうがない曲ですうん、でも、ね、よくねこれ試験とか、えー、コンクールの課題曲にで取り上げられるんで結構みんなねああやだな やだなうまく吹けるかなどうしようみたいなイメージで吹く曲なんですけどもうそんなことはないもうもう幸せいっぱいの曲です <laughs>、ねえー、イベールはあのこの他にもオーケストラの作品の中でもこのサクソフォンっていうのを使ってくれています日本の皇室のために作曲された作品があるんですが実はイベールがねその中でもローロンとアルトサクソフォンが歌う曲があったりもうサクソフォン、えー、奏者からしたらもうありがたい限りなんですが 当時はもうアメリカでジャズの方でサクソフォンというのがもう花を咲いていた時期でもあるんですね。でまあクラシックの作曲家で言うとラフマイノフセルゲイ・ラフマイノフというのはまあロシアの作曲家ですけど、まあ、アメリカに渡ってキャリアのご半はアメリカで、えー、送るわけですけどこのアメリカでサクソフォンというものと出会うわけですね。そしてこののラフマイノフマノというのはまあ 本当にもう今でもたくさん演奏される名曲、まあ、ピアノコンチェルトはもちろん交響曲もありますしもうたくさん名作を作ってる作曲家なんですがこのラフマニノフの生涯最後の作品にサクソフォンが登場すするんですよこれすごいなと思ってですね、まあ、曲名はですね「交響的舞曲シンフォニックダンス」ですねという曲で、まあ、全部で三楽章あるんですが。 まあおそらくこれラフマイノフはこれ生涯最後のうんとに最晩,晩年に書かれててもうなんかねラフマイノフの人生を振り返るような作品だなってすごく思うわけですけどこちらの一楽章の中間部にアルトサクソフォンのね何とも言えないねどこからともなく聞こえてくる不思議な響きっていうのがね独特の場面があります。ラフマイノフという作曲家ですね まあ、若い頃に「交響曲第1番」っていうのを書いてですねこれが大変不評だったわけですねしばらく曲を書けなくなってしまった、まあ、それからしばらくしてまた曲を書き始めるわけですけどその大失敗とされた「交響曲第1番」のメロディーがこの第1楽章の最後に本来モール単、えっとえー、調ですねマイナー暗いハーモニー で、書かれた曲がこの第一楽章の最後にそのメロディがさらっと町長で登場するんですよ。これがね泣けるんです。もう若き日のラフマニノフはそういうことで。まあそんなこともあったよなと言ってるかのごとくね。さらっと。まあ登場するわけですけど、その、えー、前の中間部にサクソフォンが遠いところからこう語りかけてくるような場面がありますので、えー、このラフマニノフの。 シンフォニックダス公共的舞曲の第一楽章中間部にアルトサクソフォンのソロがあります。お聴きください。オーケストラの中のサクソフォンってまあレアではあるんですが、でもね、僕なんかね、ちょっと共通しているところがあるなと思うのが、ちょっと違う空気を入れたいなとか、ちょっと違う時代から音を聞こえさせたいなとか、 うんちょっと違う土地に行きたいなっていう時にサクソフォンを使っているような気がするんですね。えー、この「アルルの女」もその素朴さちょっとなんかどこからともなく聞こえてくるような響きだったり、えー、この「ラフマニノフ」もそうですしハチャ・トゥリアンの「剣の舞」ですねあれも一瞬、えー、サクソフォンがチェロとのユニゾンで出てきますがちょっと違う土地の香りがするなみたいなそういう時にサクソフォンを活用しているような気がします。新しいい楽器にはいろんな曲が 生むための努力ってもうミュールのような人がいろんな作曲家と会ったり、えー、するわけですがまあこれは努力なのかわからないんですが次はですね、えー、アメリカの超大金持ちのおばさまがいらっしゃいましてですねエリザ・ホールという方なんですが、まあ、この方はアアマチュアでサクソフォンを吹かれてたんで,すでもまあ生まれてそんなに経ってないサクソフォンなんで、まあ、曲がないわけですよ。 なのでまあ困ったなということででもエリザ・ホール夫人はですねお金はたくさん持っていらっしゃるんですねよし書いてもらおうということでもうこの当時のもう名だったる作曲家に移植しまくるわけですこれあの作曲家に曲を頼むことを移嘱というふうに言うんですがね移植活動をしまくってですねなんとなんとなんとクロード・ドビュッシーに頼むわけですねしかもかなりいいギャラだったそうです うん、で当時のドビシーっていうのはまあサクソフォンのために曲を書くでこのホール夫人に頼まれちなみにギャラはね前払い制だったそうでねかなりいいギャラをもらってドビシーはとりあえずもらうわけですねでほったらかすわけです。うん、書かなかなった全然 前払いいてよくないんでしょうかねやっぱ後払いの方がいいんですかねそう考えるとね先にもらっちゃうともうそれで満足しちゃったのかどうか分かりませんがでまあ困りに困ってもういい加減に書いてくれってことでまあ10年ぐらいほったらかしたのかなよく10年後にまた書いてて言ったなってもう普通もう,もういいかって諦めちゃいそうですけどでもそこで諦めてくれなかったのが良かったんですノビッシーががサクソフォンのたために作曲した曲が1曲しだけあります。 ただですねこれオーケストラのとの共演で書かれた曲なんですがドビッシュはは最後までで完成はさせなかったんですねオーケストラというのはまあスコアという譜面がありましてねそれぞれのパートが書かれたのがこう縦にダーっとこうずらっと並んでいる譜面があるんですがそのスコアまでは完成させなかったんです。 もうあくまでスケッチと呼ばれる、まあ、ピアノで、えー、ちょちょっと弾けるかなぐらいの譜面に、えー、この部分は何々の楽器この部分は何々の楽器っていう、まあ、軽い指示が添えられたところまではドビュッシーがあの作りましたあとはですね弟子がそれを元とにまあスコアにしたわけですけどそのドビュッシー作曲の「ラプソディ」というのをですね僕の今の奏法に大きな影響を与えてくれた。 オランンン・ンダ人のサクソフォン奏者アルノ・ボンカンプというもう本当に素晴らしい奏者がいるんですがこのアルノ・ボンカンプのサクソフォンでドビュッシー作曲の「ラプソディ」をお聴きいただきましょう、えーまあ、ドビュッシーで「ラプソディ」っていうとクラリネットのための第一教師曲っていうのがあるんですがそれは有名なんです,、まあ、なんですがこのサクソフォンのための「ラプソディ」っていうのはあ実はあったんだっていうのはねこの音楽家の中でも意外と知られてないことも実はあるんですが。 もうエリザ・ホール夫人様,様です、えー、この他にもカプレンのレジェンドだったりシュミットのレジェンドとかですねもうサクソフォンの重要なレパートリーもこのもう一番美味しい時期に作られた曲っていうのは結構エリザ・ホール夫人が絡んでたりするんでねですのでね皆様の中にですねお金の使い道というのが分からない方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんいかがでしょう僕と組んでですね名だたる作曲家にたくさんサクソフォンの曲を移植するっていう活動を やってみませんか、ね、<laughs> あのこれ何が言って移植者の名前が一生あのその方が亡くなっても不明には残りますから「フォー・エリザ・ホール」って絶対入ってますから今でももうエリザ・ホール夫人は亡くなってますけどなのでととても豊かなお金の使い道だと僕は思うんですよね後世に名を残すエリザ・ホールの夫人のような偉大なお金の使い方してみませんでしょうか えー、ちょっとでもしてみたいなという方いらっしゃいましたら、えー、番組へメッセージ、えー、もしくは僕のホームページへね、えー、ご連絡いただければもうすぐに僕を折り返して連絡いたしますので、えー、お金の使い方に困ってる方いらっしゃいましたらご連絡お待ちしております。